にちは、マーシーです。皆様にお知らせがございます。本日は2月19日に撮影してるんですが、昨日火曜日実家に帰ってきまして、部屋のドアを開けた途端このような手紙が置いてありました。大切なお知らせです。必ず開封してください。まあ答えは日本年金機構からなんですよ。日本年金機構からの手紙で、この手紙が置いてあると大体自分はもう年に1、2回この手の手紙が届いてまして、特別催告状という手紙になります。ちょっと文章を読みたいと思います。下記の納付状況に記載された国民年金未納保険料を期限までに全額納付してください。納付されない場合は法に定める滞納処分を開始することになり、未納保険料2年 14.6% 納期限の翌日から3月を経過する日までの期間の 7.3% に延滞金が課せられるほか、あなただけではなく連帯納付責任者であるあなたの配偶者や主体主の財産が差し押さえられます。期間は2月27日までに年金事務所9時から17時までお持ちでいただくものは本条、この際告示のことですね。年金手帳または本人確認できる写真付きの身分証明書ということになります。なんと言いますかね、年金端的に申し上げますが、年金を払っていないということになります。これからね、行かないのはさすがに家族に迷惑がかかりますので、今からね、年金事務所に行ってきたいと思います。地元の年金機構の事務所に到着いたしました。これから年金の相談をしていきたいと思います。もうついこの間やめます。12月の28とか29あたりです。2月の9日とかそのあたりです。ただいま国民年金の事務所で特別催告状が届きましたので、相談の方をしてきまして、ただその前のリゾートバイトでお世話になった派遣会社から脱退連絡票が届いてないなければ、その脱退連絡票と所定の用紙に記入して市役所にある国民年金課、年金機構の事務所でもできたんですけど、結局リゾートバイトでお世話になった派遣会社から脱退連絡票が送られてこなければ、その免除の手続きができないみたいなことを言われたので、派遣会社から脱退連絡票が届くのを待ってから市役所の方、国民年金課などに、年金機構の事務所でもいいんですが、免除の手続きをしに行きたいと思います。ただ本日今日この後夕方4時から面接なんですよ。それでもし仮に
採用された場合、8時から5時でフルタイムで働くじゃないですか。で、市役所って8時からだいたい8時半から5時とか、そんなような感じで仕事終わる頃になんかタイミングよくさ閉まるじゃん。で、仕事終わって働いてる人たちにまるで来てほしくないかのようにタイミングよくさ17時で終わるでしょ。で、平日の昼間来れる人たちって基本的に65歳以上の高齢者じゃないですか。じゃあ働いている人たちが来れるかというと来れるわけでもないですし、じゃあ夜の8時まで空いてるかというと空いてないじゃないですか。だからさ、国民の税金で食ってんだから、ちょっと働けよ。こっちだってよ、中途半端な気持ちで年金払おうとしてるわけじゃねえんだよ。もうね、ほんと年金事務所わざわざね30分近くかけて行ったんだよね。それで、まあ、脱退連絡票がなければ手続きできませんって言って、で、結局市役所できるわけじゃないですか。それで市役所って、だいたい5時から5時半に終わるから、事実上平日ってできないですしね、土日もだいたい月1、2回空いてるか空いてないかじゃないですか。で、自分たちも土日休みますみたいな。真面目に仕事してるから土日休みますみたいなさ、なんかさ、国民の税金で食ってるくせにさ、土日、なんで土日さ、開かないのって話でしょ。もうちょっと、市役所の職員に言いたいことは、ね、せっかくいい大学出てきてんだから、リテラシーあるんだったらさ、国民の税金で、ね、お給料もらってるって意識を、意識してほしいわけよ。こっちだって8時からね、5時まで働こうとしてんだからさ、それどうやってさ、脱退連絡票が派遣会社から届いたら、どうやって手続きしろっていうの、じゃあ、休めっていうの。私回しの場合、1日休んだら次の日行きにくくなって、仕事辞めちゃうわけなの。辞めちゃうから、あんまりね、ずる休みしたくないんだよ。だからそういうね、ちょっと親方日の丸的ななんかさ、ちょっと上から目線でしょ、市役所って。平日昼間働いてる人がさ、ほとんどなのにさ、じゃあ100歩譲って夜の8時まで空いてればいいんだけど、自分たちが早く帰りたいから、8時まで空ける気、営業、窓口業務、営業する気さらさらないでしょ。それだったら100歩言ってね、勤務シフトを2交代とかにするとかさ、そういうことをなんでしないのかなって正直思うよ。うん。仮にね、脱退連絡票届いてね、採用今日の面接で採用決まったらいつ行くのって話でしょ。そういうこと考えてほしいなって思いましたね。まあもうちょっとね、市役所もね、そういった部分を改革していかなきゃならないでしょ。ね、そういったことをもう少し考えてほしいなと思いました。シャイニングスター続く。